確かにこっち奥側がそうこっち側が目がないんよね。全部当たった目やった。困っとるんかな。ソラナさんってさアニメの声優できそうね。声質、うん、あ皆さんね埋まっとるよね。目がないね。全部埋まっとるんかな。寄せてきた。自ら寄せに行った。どんなアニメやろ。結構ガッツリもらんといかんですね。いやこの前ねガッツリ持っとったんよ。暑い中そしたら飛んどったね。飛ぼうよ。こっちもずれとし土かぶっとけんこれ絶対死ぬよ。あれほらあ、ほんとだ。あ、ほんまや土かぶってね泥まみれや絶対死ぬや。そことかも 泥のあれがね。お、ミミズ出てきた。お、いいね。おすげえ。うわ普通に掴んだ。そういえばあなた釣り系女子やった。普通に掴める人やったね。俺じゃあソラナは友達じゃん。そうやん。ミミズを友達って言うソラナとは友達じゃん。同じく。これやばかった。嫌やもんね。おいマジで提案があるけどさ、うん、次回の新海誠の新作さベタがいいよ。新海誠の新作のヒロインの友達役でベタがいい。声優としてめっちゃいい声しようと思う。ほんまにもう一回先に言って。真剣に言ってやろ。なんかそんなこと言われる。ミミズは友達やって。ミミズは友達や。おはじきやんない。接通ったぞ今。兄ちゃんドロップ。ドロップ生えてて兄ちゃん役勘弁してください。妹が病気なんです。畑が荒れるよ。鬼畑が荒れる。トマトがあったらですねもっと生えとったんですけど。確かにね、畑のシーンやね。畑だからこそここを選んだ。神しかない。ソラナさんここ踏んどって。はいはいはい。身動き取れさ今。あ、うん、あ、ソラナ氏がなんでおくか全く説明したやな。お前ね、急に現れてきた。あなたメンバー入らんねん。サブで。サブ。九州住もうかな。デリバリーの受付してた。声が聞きたくて電話したって言った人だ。顔はバレとっと。顔はバレてない。顔は見たくないってこと。